どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。ですね、前回ぐらいにですね、新ヒーロー追加かと1枚の画像が浮上してきてですね、この画像でございます。この画像が、出てきて、この画像のここの部分にですね、このドクロみたいな絵が描かれた祭壇が置かれているということで話題になりました。この画像がですね、4月1日にアップロードされた画像なんですね。スーパーセルさんの Facebook から、アップロードされた画像なんですけれども、その画像がエイプリルフールネタだったということが判明いたしました。やられましたということで、その証明をですね、早速見ていくことにしましょう。こちらの画像でございます。画像というか、こちらは、URL、 URL なくしちゃったんで、これは、スーパーセルさんの Facebook かな、です、このマリカさん、スーパーセルさんのマリカサイドということで、マリカさんがおっしゃっております。まあ、なんかこんな感じで書いていって、まあ、要するにですね、プレイヤーさんよと、なんかね、昨日面白いニュースがあったらしいじゃんみたいな、それはその4月1日にね、ニヤっていう顔文字ですよね。そしてアーチャークイーンの AI っていうのは、まあその動きの方法というか、動く頭の良さっていうこと、頭ですね。要するにアーチャークイーンの AI がそのリウォーク、まあそのなんかここで言うリウォークっていうのは、4月1日にこれは結構話題にはならなかったんですけれども、アーチャークイーンが壁を攻撃するっていう AI に変更されたというですね、ニュースであったり、ライトニングジェムボックス、ジェムボックス、エメラルドの箱をですね、他のプレイヤーから攻撃することによってエメラルドがもらえる、奪えるという機能が紹介されていたりですね、あとはそのサードヒーローズと、そのサードヒーローということで、その私が動画にも出したあのスケルトンみたいな祭壇のヒーローが出ることがですね、Facebook にその投稿されましたということで、負けましたね。もう私もね、いや、まさかね、これ公式の画像なんですよ。先ほど見せたあの画像は本当の Facebook に投稿されたので、公式情報を真に受けてしまう私の浅はかさ、そしてスーパーセルさんのそのなんつうんだろうな、もう臨機応変というか、そのなんつうんだろう、こう旬な話題に乗ってくるスーパーセルさんのノリの良さであったり、いやー楽しませてもらいました。はい、楽しませてもらいました。ということでですね、今回はスーパーセルさんに負けました。私負けました。ということで、今更気づきましたね。たまたまちょっとこう記事を見てたら、こういうのがあって、違うんだ。リスナーさんに教えてもらったんだ。そうだ。リスナーさんに URL を教えてもらいですね、飛んだらまさかの結果でした。ということで、今回は負けました。そして面白かったですという動画でした。一応あの動画は限定、私がですね、この新ヒーロー追加かという動画は限定公開にしたいと思います。普通に検索しては見れないです。この、動画の動画概要欄のリンクから、URL 入れておきますので、貼っておきますので、そこから飛ぶと、昔私がですね、スーパーセルさんにもうですね、相当、まあ、今見るとね、間抜けだと思うんですけれども、おっしゃ来るのか来るのかみたいな、そのテンションがちょっと上がってるね、キヨキヨが見れるかなと思っております。ということで、ご視聴ありがとうございました。